行くか。よ。あれから黒服の監視付きだ。このままだと本当に連れて行かれそうだな。彼女はいないか。彼女はいないか。テレビの中の稲葉美幸が言うように壁はあった。この世界は30km ほどの隔離された空間。ゆきちゃんと二人で夢でも見ていたと思い、夢の中で俺は伊田哲也と名乗っていた。姿は俺でも名前は違う。名前だけじゃない、俺とあいつは全然違う。夢の中で彼女はドロイドと呼ばれる機械の体に入っていた。自分の体がないってのはどんな感覚だろうか。稲葉美幸に言わせると、未来だと思っていた夢は実際に起きたことらしい。彼女は俺を監視する政府組織の一員、それで俺に近づいたのか。ユキちゃん、いや待て、近づいたのは俺の方だ。彼女は俺を監視するんだろ、むしろチャンスじゃないか。彼女は俺を監視する政府組織の一員、ミステリアスでそれもありだな。シュウ君、助けて。おい、彼に私の存在が知られてしまった。私は排除される。排除？待ってくれ、排除ってなんだよ。もうわからないことだらけだ。ちゃんと説明してくれ。分かってる、でも無理にアクセスしてるから接続は長くは持たない。待ってくれ、排除、もうわ、ちゃんと分かっても無、接続。その彼ってのはもしかして伊田哲也か。そうよ。なぜ君を。私が君たちを助けるから。彼はやはり箱舟計画をリセットする気だった。リセット？それってどうなるんだ。世界は怪獣によって滅ぼされる。そうなると何もかも消える。彼らが一度したようにもう一度最初からやり直す気なの。リセットは君たちの消滅を意味する。今度は怪獣だって。君はもう見てる。ああ、まさか夢で見たあれ。あの怪獣と戦うために騎兵は作られた。君のいる世界を守るために。世界って外壁の外は宇宙で、ここは巨大な宇宙船なんだろ。何が目的で俺たちを騙してるんだ。ユニバーサルコントロールという、その町の地下にあるコンピューターがその時代の日本だと思わせてきた。なんで。そこでの生活をしやすくするためか、
君たちを管理しやすくするためか。その理由は私もわからない。君はなぜ俺たちを助けようとする？まだ私が誰かわからない。君とは夢で何度も会ってるはず。まさか伊田哲也？それはちょっと無理があるかな。シュウ君、もう一度よく考えて。そうか、あの歌、夢で。君はまさか。やっと気がついた。ユニバーサルコントロールの探査を回避するため、歌でこの世界に侵入したの。キサラギ。私よ。この世界とは別の世界のキサラギトミ。今の私はコンピューター上のデータだけど、だからこそ君たちを助けられる。いけない、セクター3のターミナルに入った。助けてシュウ君。このままでは私消去される。どうすればいい？外壁の中に騎兵を隠し。おい待てよ、途中で困るよ。いない。俺が行ってどうにかなるのか？相当ヤバそうな匂いがするぞ。いやいや、女の子の頼みだぜ。逃げるのは俺の主義に反する。ともかくあそこへ行ってみよう。彼女は外壁の外からテレビを介して俺に連絡を取ってる。彼女は夢の中のキサラギトミ、機械の意識だけのキサラギトミだ。妙な真似をすると撃つ。東雲涼子先輩？鍵かかってるのにどうやって？壊した。その銃で？君を張っていた黒服も眠らせた。そうか、公園であいつといたよな。先輩も政府機関の？そうよ。それで俺に何か用ですか？君の騎兵がいる。騎兵？呼んで。そんなこと俺にできるの？知らないよ先輩。ごめん、俺今それどころじゃなくて。私に撃たせたいの。伊田を止めなきゃならないんだ。あれ、どうやら目的地は同じようね。トンネルの先。さあ、そこに騎兵が隠してあると思うんだけど。あの騎兵、何百トンもある騎兵が飛ぶなんて。でも一番驚いたのは、乗っても平気な騎兵に乗れば私のようになる。だから動かせない。え？先輩の怪我って騎兵が原因？やっぱり行くのはやめよっか。今さら。嘘。行くよ。女の子が困ってる。行き先は先輩が知ってるんだよね。解析済みのターミナルは2つ、セクター1とセクター3。そのうち中に入れるのはセクター3のターミナル。よくわからないな。先生は私の代わりに高宮さんを連れて行った。ユキちゃん？なんでユキちゃんを？ターミナルにアクセスするのに私たちの生体 ID が必要なの。先生がゲートをロックしたから、今行けるのは T
転移可能な騎兵だけ。この先だ。大丈夫？ここは何なの？宇宙船の外壁。宇宙船？何それ？あれ？そうか、そこは分かんないのか。説明が難しいな。トンネルの中にこんな施設があるなんて。ともかくあったのさ。それより騎兵を探そう。見たあの騎兵ね。稲葉美雪がここに隠したんだ。それでどうすりゃいい？どうするって？騎兵を起動して。どうやって？前はどうやったの？それが勝手に出てきてさ。あなたの体のどこかに騎兵の起動マーカーがない？マーカー？ナノマシンを打ち込まれた場所。コードが追加されたならそこがスイッチになるはず。あ、撃たれた。撃たれたよ。確かこの辺り。それをスライドさせて機能させるの。やってみる。スライドか。こんな感じ？止まれ。それ以上近づけばこの女を撃つ。網口柊の騎兵で来たのか。私が高宮君を選んだせいかな。君のそういう感情にはほとほと困り果てるよ。そうじゃないわ、伊田先生。な、あんたが伊田哲也か。
知ってるぜ、あんたの過去をいろいろとね。厄介だな、記憶の移植を続けていたとは。私も君のことは誰より知っているよ。赤ん坊の君を私だからね。赤ん坊の俺？それで君は網口家の子供になった。それじゃあ俺は私と同じ遺伝子を持つ井田哲也だ。関係ない、俺が彼女を救い出す。ユキちゃんは関係ないだろ、話せよ。コンピューターにアクセスするには彼女の ID が必要なんだ。だがこれは君の責任でもある。今までずっと君の ID を借りていたんだが、君が騎兵にアクセスしたため権限が君に戻ってしまったからね。ユキちゃん、大丈夫、俺が必ず助ける。網口。高宮ユキに好意を寄せているのか。そうだよ、好きだ。同じ遺伝子でも育成環境の違いでこうも違うのは面白い。だけど君たちは何もできないよ。稲葉、みゆき。井田くん、ようやく捕まえた。歌で君だとすぐに分かったよ。これでも君の一番のファンだ。思い直して、井田くん。二人のためにやり直す必要がある。間違ってるのは君の方だ。ここはもう手遅れで、どうせ滅ぶ。それとも何か方法があるとでも？あったとしても今の君には教えられない。やめろ、彼女は消させないぞ。消す？よしてくれ。私は如月富を愛している。そんな乱暴はしないよ。もう邪魔できないように黙ってもらう。通信を遮断しても私は諦めない。通信の遮断は必要ない。どこにいようとも変わらない。今の君は騎兵の AI だからね。騎兵の？19番までの命令権限は今私にある。まさか。待って、井田くん、私がいるのは衛星軌道にある宇宙船のコンピューター。ここからならよくわかるの、あなたたちのいるエリアが。そして次のリセットでエリア全体が再建される。そう、そして君と私もね。違うのよ。命令、非常事態行動、16番騎兵緊急停止。ダメ。ミラバ、てめえ。彼女には最後まで眠っていてもらう。問題は解決した。もうここに用はない。我々はセクター4に戻るが、網口柊、そして君もだ、東雲君。来なさい、君には私が必要だ。おい、それでいい。撤収準備だ。機材を集めろ。
研究所で。あんたが何を決めたか俺は知ってる。如月を都合よく作り直すためだ。いいだ、俺とあんたが同じだって全然違うね。俺は女の子を道具にしたりしない。こいつ、抵抗をやめろ。動かないで。貴様、網口君、今のうち。ああ、ユキちゃん、怪我はない？網口、東雲。困った子だ、君も。網口！高宮君、網口を死なせたくないならこちらに来るんだ。この野郎。ダメだ、ユキちゃん。機材を早く。はっ。それじゃあこれをこうだ。ダメか。おい、もっと真面目にやれ。じゃああんたがやれよ。落ち着け、彼はよくやってる。ユキちゃん、助けるって約束したんだ。何が何でも追いかけるぞ。貴様が乗ってきたあのロボットで元の時代に帰れないのか。さあな、時間を超える操作は先輩がやったんだ。俺はあいつを飛ばせるけど、帰り方なんて知るもんか。ボスが戻る気配がない以上、取り残された現状からは自力で帰る他はない。帰るまではお互い協力しよう。あんたら本当に操作できないの？この装置を動かせるのは特別な子供たちだけだと教えられた。だが努力はしてみよう。あんたの組織はここがどういうとこか分かってるのか？これは未来人の作った円盤だ。我々の時代よりずっと前から地下に埋まっている。分かっていないのは分かったよ。ほら、どいたどいた。家のマイコンとは大違いだ。ちくしょう、こんなことじゃ稲葉みゆきも救えないし、ゆきちゃんを追うことすらできない。どうすりゃいいんだ。な、ソウルが消えた。成功したのか？違う、勝手に。みなみ、網口くん、データユニット、MIB？